国鉄5 1 3 0系蒸気機関車。5130十型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した蒸気機関車である。1877年、明治10年の軽半間鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車である。6両が輸入された。1876年、明治9年、 キットソン社製、製造番号2099から3004である。本校では、1884年、明治17年及び1885年、明治18年に、日本鉄道用に輸入された、同仕用のダブス社製の12両、1883年、明治16年製、製造番号1880から1883、 および1885年生、製造番号2119から2122、4両、不明。あとの5230系並びに、時代はやや平たたるが、同形式を模倣して1901年、明治34年に、日本鉄道大宮工場、現在の東日本旅、鉄道、JR 東日本大宮総合車両センターで、製造された同系の1両、 あとの5270系についても記述する。動輪直径は 1372mm、車軸配置4から4から0で2気筒端式の、飽和式旅客列車用テンダー機関車である。テンダー、淡水車は2軸。弁装置はスチーブンソン式、安全弁はラムズボトム式で、蒸気ドームとの間に9分式、ポップ式安全弁が設けられている。当初は、 タンク機関車として発注され、製造途中で、テンダー式に変更された。そのため、テンダーは、神戸工場で製造されたと思われるが、確証はない。ランボードは、機関車全長にわたって水平で、第一道輪のスプラッシャー、泥よけには二つの穴が開けられており、金星の取れた美しいスタイルの機関車であった。また、第二道輪のスプラッシャーは、 運転室の側壁と一体化しており、一見すると小さな、側水槽のように見える。機関車本体に、ブレーキ装置を設けた日本で、最初のテンダー機関車で、中鉄製の製輪紙、ブレーキシューが取り付けられている。一方、テンダーの製輪紙は旧式の木製で、面白い対象を見せている。その後、時期は不明であるが、 煙室を前方に拡大する改造が行われたほか、蒸気ドームはやや背が低くなり、第一ドーリンのスプラッシャーに一体化されていた砂箱もボイラー状に移されている。京阪間鉄道の開業用に発注された本、形であるが、開業式には間に合わず、貨物用の機関車、後の710系2両を旅客用に改造、後の5100系して間に合わせている。 来着した本型は、正番順に42、44、46、48、50、52と不版された。その後、1894年、明治27年には P 型に類別され、1898年、明治31年の鉄道産業局による分類では D4 型となり、33から38に改版された。この頃には、 大宇線の横手白沢間や北陸線の今城、富山間で使用されていた。1906年、明治39年に制定された鉄道国有法を受け、1909年、明治42年に制定された鉄道院の形式称号規定では、5130型となり、品川や浜松で入れ替え用に使用されていた。 1916年、大正5年8月に5132から5135の4両が、1918年、大正7年7月には5130が、1919年、大正8年には5131が、越後鉄道、現在の JR 東日本越後線及び、八彦線に払い下げられ、同社の10から15となったが、1927年、 昭和2年に、越後鉄道が買収、国有化され、再び国有鉄道席に戻った。その際、9番に戻ったとされるが、2年後の1929年、昭和4年10月に前期が廃車で、解体された。キット尊制の5130型と、基本寸法、性能は同一である。5130型との相違点は、主題枠全部のカーブの形状。 ステップの形状、煙突の形状、ポップ式安全弁へのカバーの取り付け、給水ポンプの形状など、ごくわずかである。本形式は、関節鉄道が輸入を仲介したことから、関節鉄道の番号体系に一旦組み込まれ、東部地区用の奇数番号、35から57を付与された。日本鉄道独立後は、DBT に 4K、4から15と改められた。 1906年制定の鉄道国有法により、日本鉄道が買収、国有化されると、1909年に5230、計5230から5241に、改版されている。その後は、総武線や暴走線で使用され、1924年、大正13年11月に全車が廃車された。上都機はない。 興味深いのは、日本鉄道独立後も、関節鉄道が、形式級を付与していることで、関節鉄道が一部を、かなりの長期間借り受けていたことに由来していると、推定されている。ダブス社製の5230系の予備部品を、使用して、日本鉄道の大宮工場で製造された、蒸気機関車であり、原型式となった5230型では、 第一道林のスプラッシャーに一体化していた砂箱がボイラー状に打つ、程度で大きな形態上の差はない。本形式は大宮工場が製作した機関車の第一号である。予備部品を使用した一両限りのデッドコピー機ではあるが、この時期に私鉄の工場が蒸気機関車を製造したことは記念されて良いであろう。落成時の形式はアブットに 4型といい、番号は3、2代目であった。大宮に配置され、主に東北本線で使用された。日本鉄道の買収、国有化後の1909年に5270系、5270に改められ、関西に移ったが、同系の領域よりも早い1922年、大正11年に廃車となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。